はい、どうも三平です。今回はですね、フェイトグランドオーダー期間限定イベントクエストがですね実装されまして、激闘クラス別サーバント戦で、こちらの方をですねやっていきたいと思います。で、どんな内容かというとですね、各クラスの、サーバントたちと戦って、星召石や召喚チケットも手に入るそうです。なので、ちょっと前回ですね、手に入れたですね、英霊や概念霊装をですね実際に装備して早速チャレンジしていきましょう。編成で、パーティー編成ですね、もうすでにちょっと一応編成させてもらったんですけれども、今回は前回手に入れたバーサーカーの玉もこちらの方をですね、今回リーダーに設定させてもらって、で、装備している概念霊装がこちらですね、バスターカードの性能 15% アップさせる、緑の、これなんて読むんだろう羽音前回、入手してちょっと強化も何もしてないので、一旦強化をしてから、はい、挑みたいと思います。やべ、このお姉ちゃん超可愛いんですけど。サーバント強化、よいしょ。で、強化用の素材を、どれだ、バーサーカーはこれかな、 OK っす。で、強化3以上の含まれています強化合成を読みますか。はい、おお、2.5 倍ぐらいかな、強化されてます。で、あともう一人、さっき言ったマッシュの方も OK です。おーおーおー、上がる上がる。お疲れ様です。レベルアップですよ先輩。シシシシ、もうこれで整いましたと。早速で、フレンドなんですがバーサーカーもう今回は今回は物理で、あれ同キャラとか可能です。同キャラ可能、いいっすか、ヘラクレスさんあの兄貴が欲しいんですけど、兄貴 OK ですか。どうぞいや頼もしい何これ、なんか概念レースもなんかすげえかっこいいんですけど、おじいちゃんみたいな。じゃあチャレンジします。ふぅ、さあ早速1戦目戦闘です。マスター、あれ全然弱そうじゃないですかこれ。まあ今回は相手がアサシンクラスの敵ばかりなので、ほう、でも全然もう初級ってこともあって、これいっちゃうんじゃないですか簡単に。もうあ、いや、さすがワンパン兄貴、ワンパンいや、さすが、いや、もう余裕っしょ。2戦目続いて、あ、強いっすねこれちょっとバッサ強いさあ来ました。これですね、今回佐々木小次郎、そうです、今回の初級の報酬として、初級、ああ、はい、はい、設定されてます。どうしようかな、最初は、あ、そうそうそう、あれもうバトル押しちゃったらこれ抜けれないんでしたっけ。はい、 OK でーす。戦闘についてちょっといろいろと行きます。このぐらいは知ってんすよね、あの同キャラで3回やると追加攻撃が出せると。で、1700、え、結構減ってるやべやべやべ危なっ。で、これ使うのが無敵、これだ、
味方単体に無敵状態を付与、一旦 NP を増やす。あれ、こっちでいいのかな。あ、これ同時に使えるのかな。はい、同時に使うことがあります。対象選択、とりあえずこれ上げて、これも上げちゃって、攻撃力上げる。これが手加減だ。ご利用したい。で、これは回避をアクセスです。回避。ああ、これも回避状態を付与。回避率がかなり上がるので、まあ今タモンは無敵状態ですから、はい、もし使うんであればそれ以外の2人。もう使っちゃった方がいいと。一気に行くのであれば。オッケーっす。はい、決定。よいしょ。兄貴が、すばしっこい兄貴に、超アップ。あっと、これか。超アップは兄貴？ちょっとそこで確認していただきたいのが、はい、右下にあるカードの種類なんですね。はい。その中にヘラクレスが入ってないと思うんですけど、つまりこのターンはヘラクレスはどんなに強化しても危ない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 、意味がないっていうことです。なるほど。じゃあちょっとこの強化はちょっと取っておこうと。バーサーカーはどのクラスにも有利なんですけど、食らうダメージも大きいんで。おお、そっかそっか。あ、大回復はしといた方がいいのかな。あ、でも一旦無敵だから大丈夫か。とりあえずこれでアタック。え、これの場合はバーサーカー含めた青青青でもヘラクレスの NP が満タンになってるんですけど、フレーズドはないので技が使えない。ああ、まあまあ、とりあえず送って、おーおーおお、いいヘリ。大丈夫、無敵。大丈夫、無敵。兄貴強くね？今回避したの？回避したんでゼロです。来た！兄貴のターン来ましたよ。これですね。これで兄貴に重ね掛けができるんで。重ね掛けができる？今ヘラクレス自身も自分のスキルで攻撃力をしてると思うんですけど、さらにそこに攻撃力アップの効果を重ねることが頼もしいじゃないですか。やばい。オフ。これで一応ですね、弾も回復しといた方がいいんですよね。あれあれ、思ったより回復しない。まあ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 、よし。これは赤赤赤、兄貴兄貴兄貴、お好きな方で。あ、ほんとすか。あ、そっか、3枚選べるのもできる。いや、もう兄貴兄貴兄貴でお願いします。兄貴、え、超強ですけど、え、超強ですけど、え、勝ちました。勝ちました。あれ、これ俺あんまメンバー関係ない関係ないまだ初級というか、あ、初級だからね。なるほどね。やっとぜ。あれ、戦利品を得られませんでした。報酬は別にもらえるのかな。いや、もう申請するでしょう。もうこんな頼もしい兄貴を。ありがとうございます。おお、来ましたよ皆さん。佐々木小次郎結構かっこいいっすね。
アサシンのサーバント佐々木小次郎、ここに参上を使うんですね。はいということで、え、でも強そう。ということで続きまして中級に挑戦したいと思います。今回もですね、はい、我が相棒兄貴をもう兄貴しか見えません。兄貴に頼るのみです。いざ、じゃあチャレンジしていきます。まあ一応ですね、本来ならばこのイベントはあのアサシンで固められているので、本来ならばチェイサーとかのキャスターの相性を考えて、まあ、持っていくらしいんですけれども、まあ、一応あの私の中のコンセプト的にはもう物理で殴るしか考えてません。鬼きつい。バーサーカーは撃たれる前に撃つ。あ、間違いない、間違いない。サヤコーゼですね。お、幽霊。もちろん。これで。了解です。おお。いけるんじゃないかこれ。ああ、一発で倒せなかった。ぶっちぎる。うわあ、ミリ残る。え、クリティカルとか言ってやめてほしい。やめてほしいね。やめてほしい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 。やめましょう。やめましょう。バーサーカーの他のクラスから受けるダメージも増えてしまうので。怖。そこに注意。これ倒せるかな。これで倒したと、あー、そういうことね。よいよいよい、あ、待って、やば、あー、嘘でしょ。え、もう兄貴しかいない。あー、もうカードが兄貴がいない。もうやばい。もうえ、これクリアできんのこれ俺。行きます。はい、了解です。え、ちょっと、え、これみんなちょっと目をそらさないでもらってもいいですかね。これあら、うちの主戦力ちょっといないまま、ちょっとあの突入しちゃうんですけど。あー、やばい、なんかちょっとさっきと色違う。まあここは兄貴しか頼もしい。このマッシュのスキルうまく使ってバーサーカーを守りながら、守りながら OK です。フリカップ、頑張ります。自身の攻撃力アップ。一ターンだからちょっと置こう。これ体力でも耐えるよな。あ、回復しとこう。よし、いきます。とりあえず兄貴お願いします。これはありですか。これありなんですかね。これあの、あんまちょっと真似しちゃいけない感じの。勝ちは勝ちなんで。勝ち、ああ、なるほど。こういう勝ち方もあるんですよ。こういう勝ち方も、こういう勝ち方も。ということで無事中級クリアとなりました。ありがとうございます。はい、
ということで無事中級もクリアしまして、まあかなり中級のクリアに至っては賛否両論いろいろあったんですが、まあ本来はですねバトル中もちょっと言ってたんですけれども、今回、まあ、サーバントアサシンで組まれていて、有利なクラスサーバントを編成して挑むことで攻略しやすくなると、まあ今日は中級までだったんですけれども、まあ上級、また3日ごとどんどんイベントの対象のサーバントが変わるので、それに対して有効なサーバントへ編成して、まあ挑むのが攻略のコツになると思います。まあ以上で本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ブームアップゲームス、ブームアップゲームス公式チャンネルではゲームアプリの情報を発信しております。でもし気になった方はですね、こちらの下記の動画説明文の方を参照ください。はい、本日はありがとうございました。さよなら。